大江国春は日本の牧師、教育者。戦前から戦後にかけての日本アライアンス教団の指導者。1867年に放棄国溝の口に生まれる。鳥取中学に中退して上京する。1886年頃の安倍伊相牧師、東京電信学校に入学して、1887年に卒業し、東京府、岡山県、山口県下関市。 佐賀県の電信局で勤務する。岡山県岡山市の電信局に勤務していた頃、日本組合キリスト教会岡山教会に出席するようになり、当時岡山教会牧師の安倍伊藤から洗礼を受ける。大江が指導を受けた、バックストン1九百0年鳥取県、米子市郵便局に勤務していた頃、日本電動隊の創設者バークレイ・バックストンや、パゼット・ウィルクスから電動車として、 指導を受ける。1901年には、長男のステイチが生まれる。1906年バックストンが創設した日本、電動隊に入隊、兵庫県神戸市に出て、ウィルクスと武田俊三の指導の下訓練を受ける。鹿児島、佐賀、佐世保で伝道する。また、種ヶ島では、5年間病気療養を、兼ねて聖書研究をしながら伝道する。1919年から、 長崎県長崎市の滑水女学校の教授として、進学を教える。1926年にアライアンスミッションに入会する。一時教鞭を取った聖書学院1929年3月の日本ホーリネス教会の年会で、東洋線教会の聖書学院の教授に任命された。次男の大江慎が副社官に任命された。その後、 1931年アライアンスミッションから日本共同、キリスト教会が独立するとアライアンスに戻り指導者になる。戦争中は1941年より日本キリスト教団に統合されるが戦後1949年8月に日本キリスト教団を離脱して日本アライアンス教団を設立する。また国春は1950年広島市で再建された。 日本アライアンス神学校の校長に就任する。これより、戦後は、清め教会を辞めた、長男ステイチと共に、日本アライアンス教団の指導者として活躍する。1962年にアライアンス神学校を引退し、ステイチが引き継ぐ。1968年広島で101歳で死去する。ありがとうございます。